デモで崩壊した習近平の賢明さと力の神話。11月28日付のイギリスフィナンシャルタイムズ紙で、同紙外交問題コメンテーターのギデオン・ラックマンが、習近平のパンデミック勝利主義が彼を再び悩ませる、傲慢と権威主義が中国を終わりのないロックダウンの罠に貶めたとの論説を書いている。習近平は2021年の新年の演説で、中国のゼロコロナ政策の成功を誇った、2年後パンデミック対策を個人的体制的勝利と描く州のキャンペーンは崩壊しつつある。ゼロコロナ政策に反対するデモは、10年前に権力を得た後、州の指導に対する最も深刻な挑戦のようだ。抗議デモのいくつかは州個人を目標にしている。生徒では、デモ参加者は、我々は終身指導者の政治体制を望まない、我々に皇帝はいらないと叫んだ。毛沢東の死後、党は唯一の全能の指導者を作ることを避けてきた。しかし州は中国を準皇帝支配に戻そうとしている。転換点は先月、共産党が州を党の指導者として前例にない3期目に任命した時であった。州の前任者の胡錦涛はテレビの前で舞台から強制的に排除された。州は個人崇拝を奨励して権力掌握を正当化した。習近平思想は党規約に書き込まれた。州のコロナ対策での成功は彼の神話の重要な部分である。中国のコロナ死者数はアメリカよりずっと少ないのは真実である。しかしゼロコロナ政策追求のコストはますます明らかになっている。経済が停滞する中、中国の若者の失業率は 20% 近い。しかし州は党大会でロックダウンに責任のある上海の党書記李強を共産党の2番目の地位に昇進させた。中国は自由に対する厳しい制限の4年目に直面している。パンデミックの初期段階での中国の対応を自分の手柄とした後、州は現在の危機への攻めを避けることはできない。効果的な外国のワクチンを輸入していないことは、ロックダウン緩和を中国にとって危険なものにする。これは習近平の重要技術を中国製にするとの民族主義に結びついている。彼は中国人の命を救うワクチンをあまりに誇り高くて輸入できないようである。ゼロコロナ政策は習近平の強情な性格と権威主義の反映でもある。コロナの名の下で人の動きを追跡する技術は、恒久的で陰険な政治的社会的支配の道具となることを中国の人々は憂慮している。デモ隊が街頭に出てきた時が強権指導者にとり最大の危険の時である。州のあらゆる本能は力と抑圧で対応することであろう。これは彼が2019年の香港抗議を処理したやり方であり、共産党が1989年天安門で学生運動を粉砕したやり方である。しかし習近平の賢明さと力の神話は、彼のゼロコロナ政策の崩壊を生き延びることはできないだろう。このラックマンの論説は、最近の中国での諸都市で起こったロックダウンへの抗議活動を論じたものであるが、的を得ている良い論説である。中国共産党大会の直後にこのような中国各地での抗議デモが起こることは予想していなかったが、一度こういうことが起こると弾圧するか、民衆の要求にある程度応えてロックダウンを緩和するかのいずれかであろうが、いずれの方策をとっても習近平政権への打撃は避けられないと思われる。習近平の指導力を傷つけないでこの打撃に対応するのは難問である。困難の策を繰り出し、時間をかけて事態の沈静化を図っていくということであろうが、習近平の無謬性は傷つくだろう。習近平を共産党の核心とし、唯一の指導者にすることは不都合だという党内での意見も出てきかねないと思われる。傲慢の現れたる党規約の習近平思想。鄧小平が最高指導者の任期を2期10年までと定めて集団指導体制を作ったことは、先見性に満ちた賢明な制度設計であったと評価できる。これをひっくり返した習近平のワンマン体制は脆弱性を抱えると考えられたが、それが早くも出てきたということかと思われる。
習近平が党規約に習近平思想を書き入れたことは傲慢さの表れであると考えられる。習近平思想とは何なのか、今なおはっきりしない。中華民族の夢の実現という民族主義的願望と強国建設路線であることははっきりしているが、マルクス主義の万国の労働者よ団結せよとの階級を重視した国際主義とは程遠いのに、マルクス主義者を自称するなど支離滅裂であるように思われる。中国の指導者が鄧小平のような賢明さを持たないこと、中国経済のさらなる発展よりも自己の政治的権力の増大に熱心であることは、日本にとりそれほど憂うべきことではない。中国は今経済力で2033年には国内総生産 GDP でアメリカを凌駕すると言われているが、その後2050年には少子高齢化などの影響でアメリカに抜き返されると日本経済研究センターは予測しているが、このゼロコロナ政策に伴う混乱、大手 IT への弾圧政策、中国の人口動態などを見ると、中国経済はもっと早く減速する可能性が高いと考えられる。追い込まれた習近平、ゼロコロナ政策緩和、自らの決断と振る舞う。中国真相リポート、白紙革命はまだ集大成を揺さぶっている。一枚の白い紙が象徴する白紙革命が中国に旋風を巻き起こした。1989年の天安門事件以来の反政府デモで大きな役割を果たしたのは、情報伝達のスピードが速い SNS だった。人々は鎮圧の口実を与えないように SNS を利用して抗議を続け、警察の暴行映像は即座に海外まで拡散された。対応に苦慮した習近平政権は早々に妥協し、ゼロコロナ政策を緩めたが、背景には政治闘争があった。デモが起きた直後の11月27日、新華社はゼロコロナの総方針を断固として貫徹すると政府の方針を強調した。その翌々日、中国国務院が会見を開催、内外の記者が多く集まり、CCTV とネットでも中継された。ゼロコロナ政策で重大変更があるという噂が流れ、人々は期待を胸にライブ映像に釘付けとなったが、関係部門の幹部6人が記者たちの質問に淡々と答えただけで、新しいことは何もなかった。強調されたのは、世界的なコロナの感染状況を緊密に注視し、経済に対する影響を最小限に抑えることだけで、ゼロコロナ政策への言及もなかった。そもそも李克強は今年の5月からも鮮明にゼロコロナを反対した姿勢を貫いてきた。だから彼が主催する国務院もできるだけ経済を発展させ、ゼロコロナ政策に抵抗した。結果、李克強を含めた反習派は最高指導部から排除されたが、意見の食い違いは残ったままだ。今回の記者会見も李克強が主催する国務院が記者会見で見せた水を差すような姿勢は、習近平の抵抗だったのだろう。それもあって中身のないこの記者会見は、国務院が習近平から政策転換の指示を得ていなかったことを意味する。一方で新華社のようにゼロコロナを貫徹する断固たる意気込みも感じられなかった。記者会見は国民を落ち着かせて時間を稼ぐ目的のように見えて、人々の習近平に対する怒りはさらにエスカレートした。コロナ感染拡大初期に習近平がコロナ感染防止はすべて自分が指揮を取ったと胸を張ったことが記憶に新しいからだ。人々の失望の中、同じ日に浙江省からある論評が出て大きな話題となった。文章のタイトルは、至上なのは人民でコロナ防止ではない。作者名の始皇権から浙江省宣伝部の記事だと分かった。習近平の浙江罰は始皇新軍とも呼ばれる。習は2002年から2007年まで5年を浙江省の副省長からトップの書記まで過ごし、この時期の部下たちの多くを北京で要職につけている。このため浙江罰ができた。当時習は地元メディアの浙江日報に始皇新語という連載コラムを書いていたため、派閥の別名として始皇新軍と呼ばれたりする。習の力の源泉ともいえる浙江省からの記事は、しかし明らかにゼロコロナ政策に反対を唱える内容だった。また感染拡大防止の対象はウイルスであって人間ではないと厳しいゼロコロナを
暗に批判する一文もあった。身内からの反旗だろうか。さらに人民日報の携帯ニュースも同日、 PCR 検査の乱れた状況を止めないとコロナ感染も止められないという記事を掲載した。